イスラエルが地地上軍をを攻させてザ地区の北部を制圧します僕がやる可能性は20%くらいあるなと思ってるのは、これが成立するとテロが起きなくなるんですよ。多分、この後起こることっていうのは、 最初イスラエル応援でしたが、もはやどっちでもどっち、あちこち戦争を紛争破壊で人数を滅亡すればよい地球のために。えー、とまあ地球環境を考えると人類は減った方がいいよねっていうのが正しいんですよね。で、あのー、確かにそのガザの人たちが攻め、ハマスの人たちが攻め込んできて、ライブに参加してた全然関係ないイスラエル人たちというのが殺されたり拉致されたというのは悪いです。なのでガザのハマスはやったのはテロです。 これは良くないです。で、その後にイスラエルがやった無差別爆撃。これも良くないです。要は、ハマスが悪いことしたんだから、ガザ地区の奴らが悪いよね。だから無差別爆撃だっていうのも悪いです。なので、ハマスもイスラエルも悪いです。両方悪いです。こ,これが事実なんですけど、なぜか、ハマスが悪いから、イスラエルは正しいとか、 イスラエルが悪いから、ハマスが正しいとか、あの、なぜかどちら側かに寄ろうとするんですよ。あの、今現状起きてることは、両方悪いです。な、なんかね、その、悪いことをしたどっちか、要は、善と悪に分けようとする人っているんですけど、両方悪です。で、ただ、彼らにとってみたら、自分たちは正義なので、その、彼らの価値基準によると、多分、両方正義です。 要は、両方正義と両方悪っていうのはあるんですけど、でもなぜか、どちらかが正義でどちらかが悪という、善悪二元論で物事を理解しようとする人っているんですよ。なので、両方正義であり、両方悪っていう状態なんじゃないかなと思います。いやー、これね、だからね、あの、今、まあ、綺麗事を僕言ってるんですけど、僕、両方悪って言ったんですけど、 多分、この後起こることっていうのは、あの、ガザ地区に対してイスラエルが地上軍を侵攻させて、ガザ地区の北部を制圧します。で、その後、パレスチナの人が北部、そのガザ地区の北部に住めなくなります。で、エジプト側が難民を受け入れるという形で国境を開けて、ガザ地区の南部の人たちいうのがエジプトに逃げます。で、 えっと、多分ネタニヤフさんが本当にやりたいことができるかどうかわからないんですけど、僕がやる可能性は20%ぐらいあるなと思ってるのは、南部もイスラエルが制圧します。なので、ガザ地区というところにパレスチナ人が誰も住んでないという状況にするというのが、多分ネタニヤフさんがやりたいことです。で、これが成立すると、あの、もうテロが起きなくなるんですよ。 要はイスラエルって、あの、アイアンドームっていうのがあって、あの、ガザ地区から、あの、ミサイルとかロケット弾が飛んだのとしても、それを打ち返すあの、打ち返すかまあ、あの、打ち落とすっていう仕組みがあるんですけど、そうは言っても、その、今回みたいに大量にロケット弾を撃たれると、それが打ち返せないようになるので、あれガザ地区なくなったら、もう、テロとか、ロケット砲とか来ないんじゃねって考えると、 20年後の私たちの子供のためにロケット砲やテロが起きない国を作るには、ガザ地区にパレスチナ人がいない状況にするというのが未来のためだよね、というふうに考えたときに、 ガザ地区にいるパレスチナ人を全員いなくさせるというのがイスラエルの未来にとって正しいよねというふうに考えたときに、それがやれるタイミングが今であるというふうに考えてやっているのではないかというのが僕の仮説です。 いや、その、ウクライナ、ロシアの、ロシア問題があって、そこまでその、あの、ヨーロッパというのだったり、アメリカだったりというのが、その、もう、ガザとイスラエルの問題にそこまで突っ込めないよね、という状況であれば、そうならざるを得ないのではないかな、と。で、それが起きた時に何が起こるかっていうと、あの、ガザ地区に住んでる人たちっていうのが、大体パレスチア人200万人って言われてるんですよ。で、エジプトに、まあ、ちゃんと逃げられましたっていう人が半分いたとしても、 多分100万人ぐらい死ぬんですよね。で、その100万人ぐらい死ぬっていうのが、そのユダヤ人がドイツで殺された人数でいくと、そんなもんだよね。なので100万人の犠牲の上に正義と平和が起こり得るのであれば、ありだよね。というふうにユダヤ人の人たちが考えるというふうな構造になってるんじゃないかな、というふうな気がするんですよね。 うん、別にあの、僕は善悪な話をしてるわけではないんですけど、ただ、その、うん、なんかその、えっ、ー、と、深淵を望むものは深淵に組み込まれるのであるっていう、そのミイラ取りがミイラになるみたいな、その、あれだけ迫害を受けた人という人たちが、その迫害をする側に回ると、迫害をした人たちと同じことをしてしまうっていうのが、いや、なんか人間ってそういうものなんだよね、 っていう。いやー、このね、そのパレスチナを支援するっていうので、あの、イランが結構動いてるという説があって、で、イランが動かないように、そのシリアの空港をイスラエルが爆撃したりっていうのもあるんですけど、ただ、そのイランが動くことで、そこの戦争が長期化することで、被害者が増えるのか、どうなんだろうね。あの、えっ、ー、と、話半分で聞いてください。例えば、そのガザ地区で、 えと人がずっと生まれ続け、毎年5万人ずつ死ぬというのが、その何十年も起こり続けるのと、100万人でこの問題が解決するのかっていうので考えるのであれば、長期的には100万人死んで、その後に誰も死なない方が、死ぬ人数は少なくて済むのではないのかっていう計算も成立すると思うんですよ。 あの、ハリウッド熱血教室っていう、あの、ハーバード大学でサンデル教授がやってた、あの、政治哲学の問題を、あの、NHK がテレビ番組でやってたっていうのがあるんですけど、結局その、あの、まあ、トロッコ問題っていうんで言われていて、このままトロッコを走らせると一人死んでしまいます。でも、トロッコの方向を変えたら、三人死んで、この一人が生き残ります。 で、その一人は自分の友達でした。その時に友達一人を殺すのを選ぶのか、赤の他人三人を死ぬのを選ぶのか、どちらを選びますかっていう質問があるんですよ。要はその、人の命というのは、あの、平等ではない。自分の友達が死ぬのは嫌だ。でも、赤の他人三人が死んで、自分の友達が生き残るんだったら、その方がいいよね。 で、もちろんじゃあ、あの、コメントで、触らないってい人もいるんですよね。要はそのトラック触らないことで、自分の友達が死ぬのに任せるっていう。トロッコ問題来た。じゃあ、自分の子供が、このままトロッコで行くと死にます。で、赤の他人の死んだ魚目を見してる、性格なるいデブのおっさん、二人が反対があります。自分の子供を殺すのか、赤の他人の 死んだ魚埋をしてるおっさん二人を殺すのか、どっちがいいですかってなると、多分親は赤の他人の死んだ魚埋をしてるデブのおっさんを殺すと思うんですよ。なので、その、イスラエルの人たちっていうのを考えてるのは、将来の自分たちの子供、孫がテロで死なないようにするには、今やるべきことは何かっていう話だと思うんですよね。で、そうすると、その、 今殺すべきは赤の他人であって、将来の自分の子供、孫を殺すよりも赤の他人を殺した方が死者の総数は少なくなるよねというふうな正義とは何かっていう、そこの計算の話だと思うんですよ。だからこれ僕、あの別にあの、どちらが正しいとか誰が正しいとかっていう話をするつもりないです。ただそのイスラエルの人たちはそのように考えています。 で、それをアメリカは止める気もありません。ヨーロッパ、フランスは止める気もありません。で、日本は、あの、実は中立の立場で、ガザにもイスラエルもどちらにも、あの、肩入れできるという結構自由な立場であるんですよ。で、ただ、ほっといたらイスラエルが勝ちます。なので、あの、日本人としてガザを助けるべきだという世論が51%以上になって、 で、日本はガザ側に着きますっていうのも、日本人はまだ可能なんですよ。でも、今のところ、このまま行くと、多分日本人は、ほっとくという選択肢を取ります。っていうのも、実はその、皆さん、あなた方が今決めてることなんですよ。要は、増税メガネって言って、増税を岸田,あの岸田総理にさせないっていうのをやってるんですけど、でも、あの、社会問題、国際問題に関しても、日本人というのは実は関与できるポジションにはあるんですよ。 え、台湾用事が近いと言われるんですが、どう考えても中国のデメリットがデカすぎると思います。意見を聞きたいです。えっと、中国のデメリットがデカすぎるというふうに日本人感を持っているだけで、えっと、中国人の首相、一番偉い人にとってみると、台湾を取るというのはすごくメリットがあります。要するにその、中国のあの、ええ政治家として偉い人というのは何を成し遂げたかというのでいくと、台湾を 中国にしたというのがあると、勲章としてめちゃくちゃでかいんですよ。で、その中国、まあ一応あの中国は台湾も中国だって言ってるんですけど、実質的に中国の権益が及ばない地域になったんですけど、それを及ぶ地域にすることによって中国がいやより強くなるよね。なので中国は世界の中心だよねっていうのを証明したという、その称号がもらえるというのを行くと、めちゃくちゃ価値があることなんですよ。なのでその、 日本人から見たら戦争なんかしない方がいいじゃんってなるんですけど、中国の人から見たら台湾取った方がいいよね。で、イスラエルの人から見たら、そのガザ地区取った方がいいよねっていうのって、日本人から見たらと別の価値観なんですよ。なんで、その日本人から見たら、イスラエルとガザって喧嘩なんかしない方がいいでしょってなっちゃうんですけど、イスラエルの人にとってみたら、ガザなくなった方がよくねみたいになっちゃうんですよ。なんでその相手の立場に立ってみるっていう感覚を持つと、なぜこの人たちはこういうことをするのかっていうのは、 より理解しやすいんじゃないかなと思います。でイスラエルとパレスチナの戦争はなぜ始まったんですかえっと、もともとあの、イスラエルという、あの、イスラエルとか、あの、ダビデオっていう人たちが、あの、そのイスラエルのあたりに住んでいて、あのバビ、バベルの塔っていう塔とかを作って、めちゃめちゃ高い塔を作ったりみたいなのがあったんですけど、で、その後そこら辺の中東のイスラエル人たちに戦争で負けて、で、 イギリスの人たちいうのが世界中にバラバラになったんですけど、第二次世界大戦の後に、あの、イスラエルに建国した方がいいよねっていうので、イギリス人の人たちとか、イギ人たちって頭がいいので、あの、めちゃめちゃお金を持ってるので、それなりにあのお金をイギリスに支援したりして、じゃあイギリスがあれじゃあ、じゃここにもの国作ればいいじゃんみたいに言って、で、割と第二次世界大戦の後に、ここはイギリス人の国っていうのを作っちゃったんですけど、で、確かに歴史的に行くと、もともと 人の国でした紀元前 <laughs> だから2000年前は一人の国だったかもしれないけど、もう0 0年間パレスチナ人が住んでるところに、お前ら出てけよって言って一人が来て、で、一人って言っても別にあの、生まれてから20年とか50年とかしたんですよ。で、パレスチナ人はそこの土地に2000年とか住んでるんですよ。<laughs> でも、で、俺は2000年より前は俺ら が住んだからお前で出てけよって言って、いやいや、そんなないっしょって言って、どっちが正しいのっていうのがあったんだけど、イスラエルはめちゃめちゃお金を持ってるんで、戦争しまくって、イスラエルががんがん勝っちゃって、パレスチナ人が住む地域はどんどん少なくなったっていうのが、あのイスラエルの中東戦争で、4回ぐらい戦争してます。かけてもいいですけど、チャンネル、登録した方がいいです。